はい、皆さんこんにちは、ラディーチャンネルのマミです。はい、今日はですね、こちらのお店です。 I4 ベトナミーズグループというベトナム料理のレストランにやってきました。今回初めてのレストランですけどね、行ってみたいと思います。それではレッツゴー。はい、こちらがメニューになります。フォーのねレストランなので、たくさんフォーの メニューがねありますけれども、アパタイザーもありますし、下の方がね、フォーのメニューになりますけど、この横にハートがついているメニューがここのお店の、おすすめメニューだそうです。でサイズもですね、一応レギュラーとラージとね2つあるのでね、選べます。でね、今回私はですね、ここのね、なんかフォーのこのビーフのやつも有名っていう風にお兄さんおっしゃってたんですけども、今回このスペシャルっていうので、まあ、ビーフとか、ブリスケットとかね、ミートボールなんかいろいろ乗ってるやつがあるみたいなので、そちらの方をオーダーしました。あとね、お友達がですね、こちらですね、ステアフライドエッグヌードル、おそらく焼きそばみたいなんじゃないかなと思うんですけれども、そちらをねオーダーされてました。具材もね、ベジタブル、豆腐、チキン、ポーク、ビーフ、シュリンプとね、いろいろ選べるようになっています。で、あとそうですね、お兄さんが言ってたのは、このスープ、一番下のスープはね結構ね辛くて有名ですっていう風におっしゃってましたけれども、ライスね、こちらは多分、ご飯とおかずが両方ついてくるような、ちょっとチャイニーズスタイルだと思うんですけど、こういうのもねあるので、ただね絵がないのでね、ちょっとなんともこれが美味しそうとかねわからないのがちょっとあれなんですけれども、はい、じゃあちょっとね来るまで楽しみたいと思います。でね、店内がね今こんな感じですね。テレビがあって、まあそんなに、そうですね、結構オープン、思ったよりお店の中入ると結構広い感じがしましたね。今日平日なんですけどね、結構空いてますね。はい、ということで、 あそこにお魚がいますね。ちょっとお魚見に行きましょうか。ああいうの見るとちょっといろいろ魚を見たくなっちゃいますけど、あ、グッピーですかね、かわいい、ブルーに光ってるの分かりますか、かわいい、たくさんいますね、かわいいです。はい、ということで楽しみです。はい、今ねお料理が到着しました。ね、私のやつの方はこれですね、なんかたくさん乗ってますけど、なんでしょう、これはお肉、あ、これミートボールですね。ミートボールだったり、ちょっと謎のイボイボスちゃんがいますけれども、なんでしょうこれは。ちょっとわからないですけど、麺は細めの白い麺ですね。なんかね寒いので温まりますね。でこれがあのお野菜がねついてきたので、多分中に入れるんだと思いますけれども、面白いのがですね、お友達のやつがこれなんですよ。見てください、この巨大なサイズ、私の手がこれぐらいなんですけど、わかりますかね。すごい片面ですね、多分ね、これ片面なんですけど、上にあんかけ風になんかね、お野菜とソースが乗ってるんですけど、量が半端ないんですけど。もう笑っちゃいました、来てすぐ。はい、ということで今からいただきたいと思います。はい、それではフォーいただきます。すごい、また日本のラーメンとはちょっとね違った感じですよね。この白い麺がね特徴ですよね。ちょっとおつゆからいただきます。うん、美味しい、優しい味ですね。日本のラーメンってがっつりって感じですけどね、お醤油とかが効いてて、なんかだし、ブルースですね、だしが効いててすごい優しい味。うん、ちょっと
ビーフもね食べてみましょうか。ビーフいただきます。うん、コリコリして美味しいですね。これ謎のイボイボ誰でしょうね。何でしょう、なんかタケノコでもないし、ちょっと謎の物体です。いただきます。めっちゃコリコリしてますね。謎です、でもなんかコリコリして美味しい。このね野菜もすごいモリモリ全部入れるんですかね、こうやってね。わあ、もやしも生もやし、これ多分ねホラペーニョっていうか辛いやつだと思うんですよ。ちょっとこれは置いときます。ライムもありますけどね。わあ、てんこ盛りになっちゃいました。これもやし入れたら麺埋もれてもやししか食べれない説。いただきます。生もやしです。ちょっと日本の食べ方とは違いますけどね、こうやってねベトナムの方は食べるんですね。ちょっとお友達の巨大な片面もねいただきたいと思います。これすごいんですよ本当に。ちょっと柔らかくなってるとこからほじくります。お友達より先に食べるというね。失礼します。いただきます。よいしょ。あ、でもすごいタレが絡んで美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しい。辛い。そうだったら辛いのにしてもらったら。ファイヤー。ごめんなさい、別に。辛いけど、美味しい。鼻水出てきた。あの、味はすごいね。なんか日本のあんかけとはちょっと違うんだけど、でも、すごく、あの辛いの好きな人絶対好きだと思います。むちゃくちゃ味美味しいですね。いや、びっくりしました。でもこの量がね半端ないんですけどね。いやでもねいいですね、ベトナムの料理。いただきます。はい、ということで、閉店がなんとね8時だったんですけど、ちょっと8時過ぎちゃってたんですけどね、オーナーさんでしょうかね、ご夫婦の方が待ってくださいましたけれども、優しい味で私のね、フォーをね、でもすごく、ちょっと今日ね、寒いので体が温まりました。なんかね、他にもいろんなメニューがあったので、また来てね、いろいろ挑戦したいと思います。はい、ということで本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいなと思われた方、ぜひいいねのボタンとコメントをお願いします。ダディチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。